おめでとうございます。ではそのまま少し正面に目線をお願いいたします。今回あの黒髪美人大賞からあの多様性を重んじてあの式名を変更された特別な会にこのような賞をいただけて大変光栄に思います。僕自身髪色と髪型はファッションの一部と捉えていて、あのとても日々の手入れを欠かさずにしていたことを評価されてすごく嬉しく思います。これからもあのこれからその洗練された美しさの黒髪 の良さを若い世代の方にも伝えていけたらなと思っています。すごく気になるのでぜひこれまでどんな髪色を試されてきたかを、覚えてる限りで結構ですので教えていただけますか。赤、青、黄、緑、すごい信号機、白、金、ピンク、もうほんと全部ほぼしました。すごいやっぱ若い時はこう原宿系のファッションモデルをやっていたので、とりあえずも髪色をこう派手にして印象をつけようっていう形ですごくしていたので、もう思い出せないくらいやりましたね。僕はそうですね、ずっとあのしたい髪型と髪色があって、でもこう事務所に断られるんですよ、いつも。なんで？僕はピンクの坊主にしたくて。あー、かっこいい、おしゃれ。ピンク色の坊主にしたいんですけど、はい、毎回事務所にダメですって言われるんですよね。確かに近藤よりさんのイメージから坊主って言葉があまり確かに浮かんでもないかも。すごいあのチャレンジできるならしたいなと思ってます。あれやけど、なんやろな、あのいろんなメッシュが入ってる、なんかシルバーベースにパープルのメッシュとか、ちょっといろんなメッシュが入ってる感じのやつとか。いろんな色が一気に入ってるんですか。嘘、違いました。え、買いにですか。はい、エメラルドグリーン。あー、にちょっとあります。ありますエメラルドグリーンにもうちょっと薄いグリーンをハーフでちょっと混ぜた感じの、半々みたいな感じの、半々割りましょう。エメラルドグリーンとちょっと濃いエメラルドグリーン、そうそうそう、ちょっとこっち向いたら濃いし、こっち向いたら薄いしみたいな感じで似合いますか。すごい似合うと思います。本当ですか。美しい感じすごい似合うので、まあそうですか、じゃあちょっとやってみようかな。お似合いになると思います。まさかの髪型が来ました。でも近藤さんだったらもう何色でもどんな髪型でも似合いそうですよね。キャベツみたいな感じ。